今来てる参加者のおばあちゃんからこれ竹がたくさんね裏にたまたまあるんで、まあ、竹を使って灯籠なんかを作って3月11日にこう慰霊をしたいとそういうこう、まあ、アイデアを出してくれたんで、で竹はどっちにしても切らないかんし、あそれはいいねということで、じゃあちょっとやってみましょうと。ものすごく時間かかるけど、うちはこうやって全部削ってこの中に入れるとすごい綺麗だよね。そのぼんやり感がもうめちゃくちゃ綺麗なんよ。で僕らスタッフ分かるようにこうやって削っていって切って削って、まあ高齢者にこう削綺麗に削ってもらって、ここに絵を描いてる字を描いてる、まあそう思いというのを書いてもらって、でうちは今あの渡里町では寺子屋といってその仮設住宅で子供たちにも勉強してたりしてるんで、その子供たちも描いてもらって、まあ、最低でも200、まあ 3.11 だから実際はその弔いの日というかね、慰霊をする日だけども、ほんの一瞬でもこうわーっとこう思ってくれる瞬間があればいいなと思って、じゃあもうやりましょうと本格的に。そうするとやることもあるし、まあね皆さん今のところ楽しそうにやってもらってるんで、3つあって、この今やってるいちごのコミュニティ事業というかな、これと、まあ名前は今渡りいちご畑というふうなをつけてるんだけど、それと寺子屋を閖上げ、要するに名取市と渡里町でやってるというのと、新聞作りというのが主な活動。一番伝えたいことは何かっていうふうな質問をされて、これはやっぱね僕はね被災地に来てほしいと思ってるね。何もしなくても見てほしいと思ってるのね。行くところがないとかわからんなったらうちに来いと、まあ、そんな感じだよね。もう来ればええじゃないと、俺たちにも被災された方にも触れてほしいよね。まあまあそこかな、やっぱり。あとはもう個人の裁量やからね、どう感じるかとか、まあ、そういうふうに思ってるね、今はね。皆さん、東北をぜひ自分の目で確かめてください。どこに行っていいかわからない方は、ロシアンテスまでご連絡ください。待ってまーす。待ってまーす。来てけらいー。どうぞ。はい、OK です。